はい、こんにちは、長澤です。今回はこちらトライゲイル TG15 マッハホワイトスペシャルをご紹介したいと思います。この TG15 ってなんだろうね。トライゲイルなんですかね。はい、このマッハホワイトスペシャルなんですけれども、以前にね、うちの娘が購入したこちらトライゲイルの特別仕様モデルとなっております。で、ですね、こちらに書いてありますけれども、パールホワイトボディ、ディッシュタイプホイール、カッコブルー、ブルー×レッドシャーシで、プリント入り、象形ハードローハイトタイヤのレッド。ということで、各部パーツがね、カラーが特別仕様になっているというセットでございます。今回はこちらを組み立てて、どういったところが違いあると。見た目でもわかりやすいですけれども、こちらの標準のトライゲルと見比べていきたいと思います。はい。じゃ早速、開けていきましょう。はい。じゃ早速、開けていきたいと思います。せーの。はい。まずはですね、こちら。こちらのボディがパールホワイトボディとなっております。単純なホワイトではなくて、パールホワイトのボディとなっております。こちらね、開けた状態で、ね、あって色を、ね、詳しく見てみたい。詳しくというか、普通の白とね、見比べてみたいと思います。次にですね、順番通りいきますと、はい、こちらディッシュタイプホイールのブルーとなっております。標準だとね、ティッシュタイプではないホイールになっております。これは完成後に見比べていきたいと思います。はい、次にブルー×レッドシャーシですね。ブルーのシャーシとレッドの、その他のパーツ、ローラーとか A パーツですね、こちらのパーツになっています。赤と青という感じの色になっています。でブルーシャーシね、かっこいいですよね。これだけでもね、僕はこの価値があると思って、購入しました。もう色違いのシャーシ、M シャーシいっぱい欲しいですね。で最後に、プリント入りの象形ハードローハイトタイヤでレッドということでございます。レッドのプリント入りのハードタイヤは持っておりませんので、これはね、なかなか貴重ですね。一応違いの中には書いてないんですけれども、こちらのステッカーのカラーもね、標準のものとは違う色合いになっております。これは白と赤と青の組み合わせになっています。これも完成後に、見比べていきたいと思います。そしてこれは一緒なんですけれども、モーターとかギアのセットですね、超速ギア 3.5:1なっております。これは標準のものと同じになっております。はい、あとは説明書と注意書きですね。はい、以上のような内容物になっております。じゃあ早速組み立てて様子をね、見てみたいと思います。ただいつも組み立てをね、ちょっと組み立てするところを早送りで見ていただいてるんですけれども、今回はちょっと全面的にカットということでいきたいと思います。トライゲール作るの初めてなんですけどね、ちょっとね、カットしていきたいと思います。はい、ということで、せーの、ダーン。はい、完成いたしました。このような色合いになっております。なんといってもね、目立っておりますこちらのブルーのシャーシですね。これが一番のポイントかなと思います。で、ホイールですね。ホイールも青ですね。で、タイヤとこのローラーが赤ということです。はい。いかがでしょうか。もう完全に白、赤、青に統一されています。あとそれ以外の色だともうほぼね、ステッカーの黒ぐらいしかね、目に入ってこないというぐらい、その3色に限定されたマシンとなっております。では早速通常のトライゲイルと見比べてみたいと思います。こちらがうちの娘のトライゲイルです。せーの、でーん。こんな形になっております。はい、完全に色違いと
といったところでございます。ステッカーの形はね同じ、ただもう書いてある文字と色が違うという感じでございます。でボディはそんな違いですね。でローラーシャーシー、あとホイールね、ホイールの形状だけは違います。こうですね、こっちはディッシュホイールですね。こっちはなんだっけ、メッシュホイールになるかな。はい。で、グレーのやつですね。はい。で、シャーシもね、こっちはグレーですね。こっちはブルーということでございます。カラーはね、かなり違うけども、あとタイヤね、タイヤ。タイヤとホイールの形状、材質が違う。あと、ボディの材質も多分違いますね。ボディ、これ言ってなかった。はい。単純な白の代表、これはね、グレートブラストソニックですけども、こちらは真っ白という感じですけども、こちら今回ね、パールホワイトとなっております。ちょっとね、色違うの分かるでしょうか。こっちがただの白、こっちがパールホワイトですね。この色っていうのはですね、ちょっとこう、なんて言うんだろうね、こう真珠っぽい感じの白なわけなんですけど、過去にね、作ったマシンありました。でーん、はい、こちらも娘のマシンですけども、これはね、シャイニングスコーピオンピンクバージョンだな。はい、こちらのボディもパールホワイトですね。これと同じ、ちょっと古くなったのかな、ちょっとこっちくすんで見えますけども、まあ多分同じ色だと思います。こんな感じの白になっております。パールホワイトですね。これ持ってる人はこれを見た方が早いと思います。イメージつかみやすいと思います。まあ、白ではないということでございます。で、何気に今開けましたけど、これすごいよね。これこの赤青感すごいですね。まさにタミヤカラーって感じのね、赤と青しかないという状態になります。もうすごい、なんか なんだろうね、すごい一気におもちゃ感出ますよね。はい、まあ、かっこいいのに間違いない。なんか、ただ、急に、なんつうかな、おもちゃというか、コミカルというか、なんでしょうね。アメコミ的なね、なんかちょっとこう、そんなヒーロー的な色合いになっております。はい、非常にかっこいいです。で、さらに言うとですね、個人的にはこの赤のパーツをですね、赤シャーシに合わせてみたいななんてね、ちょっと思っております。ちょっと色違うかもしれないですけどね。赤シャーシに合わせてもいいかななんてね、面白いことができそうだなっていうのはちょっと思っております。はい、以上、トライゲイルとトライゲイルマッハホワイトスペシャルの企画でございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。こちらトライゲイル TG15 マッハホワイトスペシャルを作ってみました。こちらのね、通常のトライゲールと比べると、形こそ同じではありますけれども、カラーと、あとタイヤ、ホイールですね、その辺が全然違うものになっているということでございます。これはですね、個人的な意見じゃないと思いますけれども、かなりかっこいいと思います。そしてハードタイヤ入っているということで、スピードもね、かなり出そうな感じでございます。スピードが出そうといえばね、前に作ったブラストアローね、クリアブルーボディスペシャルね、これもハードタイヤがついているモデルでございました。これもかなり速かったということで、まあノーマルの状態でねレースするということはあまりないかもしれないですけどもね、基本の最初に買うセットとしてはね、これもかなり、おすすめかなと思います。ただちょっとだけ値段がね、若干高いということになってしまいますけれども、それでもね十分、お買い得なセットかなと思います。何しろねこの色ねかっこいいなということでございます。まあ、コレクションとしてね、集めているという面もね若干出てきておりますけれどもね、特別仕様となるとやっぱコレクションしたくなる、走らせるのがもったいないという感じになってきます。はい、まあそれを込みにしてもね、ぜひ皆さんにお勧めしたい一台かなということでございます。はい、ということで、今回はトライゲイル TG15 マッハホワイトスペシャルのご紹介でした。また見てねー。